えこんにちは。荒木和弘です。令和3年11月19日、金曜日のショートメッセージをお送りします。えまず、えー、今日ですね、えー、正午からあライブやります。えー、またあの、チャットでのご意見とかご質問にお答えしながら、えー、約1時間お話をしたいと思います。えー、ぜひご参加ください。えー、それから、まああのー、昨日もちょっと申し上げましたが、12月10日の予備役ブルーリボンの会のシンポジウム、 え、ですね。あの、ぜひ、これも、東京近辺の方、ご参加ください、えー。今回はちょっとライブは無理だと思います。で、えー、なおかつ、事前に全部受付、えー、しないとですね、防衛省の中でやるもので、えー、入れません。えー、ぜひ、あの、お早めにお申し込みをいただきますようにお願いいたします。で えーまあ、昨日のちょっと続きみたいな話をするんですけど、ちょっとその前に昨日ですね、えー、クリスさんの選挙のことについてお話をしたときに、あの、東京選挙区じゃなくて、えー、全国区で出していたらよかったんじゃないでしょうかっていうコメントがありました。で、これはこれで全くもともなんですけども、実はですね、あの時昭和55年の参議院選挙というのは、えー、全国制でした。 あの、比例代表じゃなくてですね、全国制でもうあの、その個人の名前だけ書くという選挙だったんですね。で、民社党の場合は、支援をしてくれている旧同盟系のですね、産業別労働組合ごとに候補者がもう割り振りができてまして、で、この中でですね、それを、まあ、あの割り振りを変えるとか、候補者変えるっていうのはこれはもうちょっと物理的に無理だったんです。で、翌年、 翌年というか次の選挙から、確か昭和58年の参議院選挙からだったと思いますが、あの、比例代表制が導入されまして、政党が決める拘束名簿ということで、民社党は一番にですね、あの、関義彦、東京都立大名誉教授、民主社会主義研究会議の議長を据えました。だから、あの、一回ずれてればですね、 ひょっとしたら、クリスさんも、比例代表で、えー、参議詐欺になってたかもしれません。まあ、いずれにしても、あの、東京選挙区で落としてしまったのは、まあ、私たちの民社党にいた人間の責任ではありますけども、まあ、ともかく、まあ、我々としては、戦ったことは、あの、自分の誇りだと思っております。で、さて、えー、そのクリスさんの話みたいなですね、あの、レベルの高い話じゃない。えー、この、10月28日の、 共同通信はですね、北朝鮮が、あの、また、漁業を再開したというのが出ていたというふうに出てました。そうするとまた、あの、木造船の漂着船がですね、これからまた山ほどやってくるということになる可能性があります。で、えー、もうこれはですね、口を酸っぱくして何度も何度も言っていることですが、日本はですね、海があるから守られているのではありません。海があるから守れないんです。 海があるから、あの、もう、だから、海だから、越えてきにくいから、えー、来ないだろうと思ったらば、皆さん、あの、木造の漂着船、えー、見ればわかります。あんなのが来るんですね。で、えー、もちろん、あの、遭難した船、えー、人が乗っかってないのは多いですよ。多いですけども、中にはですね、あの、生きた人が乗っかっている船が、いくつもある。で、しかも、生きた船が乗生きた人が乗っかってた船というのはですね、 えー、漂着して、えー、それから人が降りて、で、どっかの近くの家へ行って、で、えー、やっとわかるということです。だからもう、日本に上陸するのは簡単だということですね。で、えー、日本海側、また、あ、平和も結構そういうとこありますが、あの、もう海岸線歩いてみればわかります。もうずっとですね、仮装地ばっかりです。で、えー、家があってもですね、 あの、本当にですね、えー、おばあちゃん一人で住んでるとかですね、そんなとこですよ。お前にですね、漂着船を見に、あの、北海道の福島町っていうところで参りました。えー、福島町もですね、その集落は、 え、もう今バスも来てないんですね。オンデマンドバスが前はあったと。オンデマンドバスももう来てない。えー、でもなんかあの、話聞いたらですね、じゃあそこまで行ってあげようということで、え、さすが田舎なんでありがたいんですけども、まあ、行きました。あ、で、え、もう、霊郭台の中でですね、あの、3時間ぐらい、え、そこにいたんですけども、本当に20軒ぐらいの家のある集落で、しかしその中でですね、人が住んでるのはもう3軒、あ、じゃないか、もうちょっといたかな。あの、人がいた、 気配が見えたのが3件ぐらい。えー、住んでるのはあの5、6件だというふうに聞いてます。あ,のあとはもう、まあ、住んでてもですね、もうおばあちゃん一人で、えー、病院に入院しているとかですね、そんなところがあまあ多いんだそうで、もしこんなところにですね、あのの人が乗っかった船に上陸してきたらば、もう全くなんもう何もできないですよね。えー、家の中に食べるもんでも残ってはですね、それみんな食われちゃうし、えー、そのお,おばあちゃん人質にされたらですね、もう全く手出しができない。 えー、福島町でですね、交番発出所、二つしか確かありません。で、えー、そっからですね、おまわりさんが、あの、パトカーで例えばやってきたとしたって、ピストルしか持ってないわけですね。で、えー、まあ、敵意がない、あの、本当に遭難した人っていうことだったらまだいいんですけども、もしある程度適宜を持ってたらですね、えー、もう簡単です。えー、みんなも全く立ち打ちができない、ということになる。 とということで,すで、す、えー、前の冬は、まあ、全然船来ませんでした。まあ、これはコロナでですね、あの海に入るとコロナがうつるっていう話で来なかったとういうこと、これ前言った通りです、えー。ですけども、もう船が出られるということであれば、もういろんな経済的に厳しいですから、もう出ちゃう可能性はあります。えー、現金収入なんとか得たいとかですね、そういうことで出るということになれば、当然ですね、また、まあ、あの遭難をする。 で、相談をしたら、船が日本にやってくるということになります。日本の中の、なんかの対処をしたおかげで、えー、その船が来なくなったわけでも何でもないということです、えー。皆さん、あの、本当にですね、この国って別に、あの、攻めて来ようと思わなくても簡単に入れるんだということです。えーまあ あの、よく言われるのは北朝鮮の工作にとってですね、日本に侵入するっていうのは、もう本当に、あの、飯食って、えー、ね、トイレ行くのと同じぐらい簡単だ、というようなことが、まあ、言われてます、えー。実際そういうことです。あの、本当にですね、予備費ブルリボンの会で、あの、上陸浸透のシミュレーションもやったことありますけども、おまあ、あの、あの時に、えぇ、ー、荒谷隆元特殊作戦軍長がですね、あの、コメントで言ってました。あの、 いや、あんなもん別にコンバットダイバー使う必要ないと、誰だってできますよ、ということで、本当に確かにやってみるとそうなんです。えー、我々そういう国で暮らしてるんだということですから、そんな時にですね、あの、選手防衛なんて、こんなもんですね、できるわけないですよ。ね え、それをできると言って誤魔化してきたのが残念ながらこの国の政治です。え、それを変えなければどうしようもありません。こんなもん憲法を変えるとかなどは関係なくできることです。え、そこはですね、あの、もう一回我々見直してみる必要があるのではないだろうかというふうに思っている次第です。え、今日は海岸線の守りのことについてお話をいたしました。今日もありがとうございました。え、後ほどライブぜひ ご参加ください。